福島みずほは、日本の弁護士、政治家。社会民主党所属の参議院議員。社会民主党党首、同参議院議員会長。社会主義インターナショナル副議長。宮崎県出身、神奈川県在住。内縁の音に、同じ弁護士、海戸雄一を持つ。内閣府特命担当大臣、社会民主党幹事長、同副党首。 学習院女子大学客員教授などを歴任した。宮崎県立宮崎大宮高等学校、東京大学法学部卒業。大学受験時代に全国模試で1位を取ったことがある。1987年弁護士登録をし、第2東京弁護士会に所属する。その後、人権を重視する弁護士あるいは、フェミニズム論の論客として、テレビ朝日、朝まで、 生テレビ、読売テレビ、ウェイクアップをはじめとしたテレビの政治討論番組などに出演した。慰安婦募集の強制性を認めた1993年8月の河野談話の根拠となった日本政府による韓国での元慰安婦16人の聞き取り調査にオブザーバー参加している。1992年4月13日、慰安婦に対する賠償を日本政府に求めた裁判。 元慰安婦原告、金学順ら6人の代理人。1998年の第18回参議院議員通常選挙で社民党に政治姿勢と知名度を買われて、比例区から出馬し初当選。以降、社民党神奈川県連合代表、党幹事長などを歴任する。2003年、社民党は第43回衆議院議員総選挙で議席を大幅に減らし、 当主の土井高子が隕石辞任する。同年11月、公認の当主に就任した。2004年の第20回参議院議員通常選挙に比例区から出馬し再選した。2007年11月1日に期限執行したテロ対策特別措置法の後継法として国会に提出された新テロ特措法案にはテロ対策特別措置法に引き続き反対した。 2008年1月10日、参議院外交防衛委員会で法案が否決され、参議院の本会議でも否決される見通しとなったので、与党が日本国憲法第59条にのっとり再可決を行う方針を示したことに対して、衆議院の再議決は、ここ50年間はなかったことだ。与党の数の応募であり、県政史上最悪の点となると反対、批判した。2008年、 社会主義インターナショナル副議長に就任する。2009年3月26日の参議院予算委員会で北朝鮮のミサイル発射問題に関して弾道ミサイルが日本領内に落下した場合にこれを迎撃するとする日本政府の方針を批判した。外務大臣の中曽根博文や防衛大臣の浜田誠一から理解を求める答弁がされたが これに対しても福島は当たらない場合は国益を侵害し、当たった場合でも単なる人工衛星だったらどうなるのかと迎撃批判を続けた。2009年12月7日、内閣府にて、内閣府大臣政務官、泉健太、内閣府副大臣、大島敦史と2009年9月16日、社民党は民主党、国民新党と連立して、鳩山幸男内閣を発足させ、 社民党は11年ぶりに与党に復帰する。自身は、初入閣し、内閣府特命担当大臣、内閣府特命担当大臣を呼び、鳩山幸夫内閣で、内閣府特命担当大臣と、内閣府特命担当大臣を統合して、新設された内閣府特命担当大臣に任命された。しかし、普天間基地移設問題では一貫して、沖縄県外、 日本国外への移設を主張。2010年5月28日に、辺野古地区への移設で日米が合意したためこれに反発し、閣議了解の書類に署名しないと宣言する。鳩山の説得にも応じなかったため、同日中に罷免された。日本国憲法下での閣僚罷免は5例目で、政党の党首職にある閣僚の罷免は初めてであった。2010年5月30日に開いた。 社民党全国幹事長会議で最終的に連立を解消することを決定した。2010年の第22回参議院議員通常選挙に比例区から出馬し参戦。2013年7月25日前年の第46回衆議院議員総選挙及び第23回参議院議員通常選挙での敗北の責任を取り、2003年以来10年近く務めていた。 社民党党首を辞任した。党首辞任理由に選挙戦での敗北に伴う隕石を掲げる一方で、兼任していた党の選挙対策の総責任者である、社民党選挙対策委員長については留任する。辞任前の日本国会における政党要件を満たす政党の党首の中では、山口夏夫や荒井博之とともに、数少ない参議院議員であった。このため、 衆議院通常国会で代表質問などを行うことはできず、この役目は社民党幹事長だった茂野康正らが担った。2013年11月1日、社民党副党首に就任する。2016年の第24回参議院議員、通常選挙に比例区から出馬し4選。同年7月26日、社民党と生活の党と、 山本太郎と仲間たちの参議院統一会派、希望の会の議員会長に就任した。2020年2月22日告示の投資選に立候補したが他に立候補者がいなかったため、同日の党大会において無投票で選出された。2020年11月14日、社民党は東京都内で臨時党大会を開き、希望する党員。 地方組織の立憲民主党への合流を認める議案を賛成多数で可決した。国会議員4人のうち福島と任期中の離党を見送ったテルや監督を除く2人が離党する見通しで分裂が確定的となった。福島は大会後の記者会見で新たな人が加わってくれる魅力的な社民党を作りたいと述べ、党再建に取り組む考えを示した。 2020年12月27日フランス政府から、死刑廃止、ジェンダー平等、子育て支援などの活動を評価され、国家功労勲章シュバリエを受賞した。2007年6月10日、東京都新宿区での演説にて2010年6月24日、東京都新宿区での演説にて、かつて、従軍、慰安婦はいなかった。従軍、慰安婦制度はなかった。 協議の強制性はなかったなどと隠蔽発言して、球断された保守政治家はいたが、従軍、慰安婦制度自体を必要だったと肯定する発言は、聞いたことがない。軍規律維持に慰安婦制度が必要ということは、当時の日本軍は、戦地で暴行をするような軍隊だったと認めたに、等しい。ありがとうございます。